まあ、その4年の秋優勝してドラフトにかかります、はい、もうそのスカウトは来てたんですか。スカウトはね、一応調査しとってあるんですよ、うん、あれは10球団来てました。10球団来てました。やっぱりさ、欲が出てくるよ。プロが10球団来たんで、ね、どこが良かったですか。僕はでもね、あのヤクルト良かったです。僕やっぱ神宮で大学やってるじゃないですか。そうするとなんかこう聖地みたいな、はい、当時92年の年は優勝したんですよ。で、優勝した年のドラフトだったんですよ。ヤクルトカラーというか、雰囲気そういうことじゃないですか。かかればいいなと思った。ヤクルトはいいなと思った。でも、巨人って何ですか。でもね、ジャイアンツは正直ね、ジャイアンツとあのヤクルトがアプローチが一番強かったイメージがあるんですよ。で、僕、松井と同期なんですよ。年は違うけど、ドラフトとドラフト。で、松井が外野手だって、内野手が外野手だって言って、松井もし変わらなかったら、ジャイアンツが入ったかもしれないかな、ちょっと思ったんですけど、30メートル、40メートルとか、ちょっとその辺で。その順位とかは気にしない。でも一応、社会人もありましたから、一応3位芝居とかあったんで、3位で入らなかったら、どこどこの社会人。どこだろう。北橋製作所です。で、しかも北橋製作所の入社試験とか行ってるし、面接とかもちゃんとしてるし、で、ドラフトにかからなかったら、北橋さんにお世話になる流れだったんですよ。でも関西からも関西も話はいっぱいいただきました。ただ、ここはやっぱり大学の監督と絡みがあるから、そんなこと言っても他に行くよりは、北橋製作所。例えば、関西にも行っても大丈夫ですか。いや、やっぱり監督が良かったですね。いや、俺もさ、関西怖いイメージがあったんだよね。大学は東京に出てきたから、ね、で、やっぱ東京は分かるからさ、こっちの方が絶対いいっていうのはあったから。そうですね。それで入団しました。入団しました、ね、いろんなライバルがいました、はい、どんなライバルですか。ライバルは当時飯田さんが僕の2つ目ですよ。で、畑さんが新井さん、畑さんがライトで、新井さんがレフトで、新井と似たタイプだもんね。そうそうです。まあまあ2人がいないときは外国人が来るから、もう1個のポジションだけで、飯田さんもほぼ出た、飯田さんで外国人ので、2年後に僕稲葉入ってるんですよ。だから外国人と稲葉と稲葉入ってきたのなんで取るんやん思いましたよ。だからそこ稲葉が来た時にはもう稲葉と外国人がいるから、もう飯田さんに勝つしかないですよ。稲葉も誰じゃないか、あんな感じだからもう勝てるでしょ。それは何、1年目から1軍でやった1年目は、そのキャンプ、3月のキャンプ中に大学時の骨折の同じとこ、ちょっと走ったらまた同じとこ突っ込んでちゃった。出遅れた。それもあったし、当時強かったから1軍2軍で入団がどんどんなかったの、うん、で、一応ファームでは3割人ぐらい打ってたんですよ。でも一切声かからず、9月3日に初めて1軍に声かかったんです。だからもうジャイアンツ 1.5 ゲーム差か2ゲーム差ぐらいで、まだマジックが出てない状況の9月3日です。どっちが上なんですか。ヤクルトが上でした。で、飯田さんがバッティング調子があんまり良くなかったんです。で、僕が1軍に上がってその3日の日に僕スタメンでセンターに使ったんですよ。使ってその日は 1-0 で勝ってて、7回か8回かなんかに1点タイムリー打って2対0になってて、で、1点取られて、まあ、最初に2位で勝ったんです。だからまあまあ、あのデビュー戦で活躍したプロ野球初の斉藤正樹、それはもう最初のデビュー戦ですね。もうそれから自分の生活は何か。いや、そんなことないですよ。そこから、まあもちろん飯田さんもいい選手ですから、飯田さんと併用されたから、1年目はね、20試合ぐらいです。で、2年目か。2年目は、開幕、オープン戦は結構使ってもらったんですよ。でも、オープン戦でもね、3、4試合サポっちゃってて、でもそのまますぐリング落ちて、まあまあ行ったり返しながら、結局、9月の後半ぐらいにまた固定されて、9月です。そこまで上がらない。ね、行ったり返しても、4月、5月で2、3回行ったり返したけど、結局、そのまま上がらず、9月の紹介試合ぐらいで、まあ多分あいつ使ってみるかみたいな感じだったんでしょうね。いや、例えばさ、まあ1軍でやるぞと思ってるわけじゃん、今年は。いや、オープン戦もあれして、2軍通達された時の気分ってどうなんですか。いや、それはきついっすよね。いや、俺2軍の経験がないんだ。本当っすか。うわ、すごいっすね。ここだけの話ですか。ここだけの話俺はすごいですね。僕はもう行ったり来たりだから、しょっちゅうですよ。いや、だからその言われた時の気分ってどうなの。でも結果が出なかったんで、自分なりにも納得できますよね。僕もその頃も入団の1、2年目とかって甘く見た部分があるから、はい、まあまあ、そこそこ調子が上がればなんとかなんじゃないと思うんだけど、でもうまくいかないですよね。大学から入るとさ、危機感じゃない。目が出なかったら、このまま終わってしまうと俺何しようとかさ、そう、不安じゃなかった。だから3年目ぐらいに、そろそろやばいかなと思って。1年目がその2年目が行ったり行ったり、3年目はまたオリックスと日本シリーズやって、最後日本一なんですけど、その年は1軍1年が続いたんですよ。でもう守備だったんです。開幕はレギュラー10試合ぐらい使ってもらったんだけど、まあまあそこそこ打ってたんだけど、ダイソーと守備が良かった。ダイソー足早かったの。足めっちゃ速いです。でも盗塁センスないですよ。いや、ちょっと待ってくれ、俺ペンギンにしか見えない昔は速かったんです。おー、そう。で、僕は大体小田さんのところのライトの守備だったからで、稲葉の守備だったりしたんですよ。稲葉が最初、バッティングすごい良かったんだけど、稲葉が守備がそこまでまだできてなかったんで、稲葉が6回か7回ぐらいになると、僕がライトに入って、ダイソーから守備型みたいなライトに入って、で、やったのが95年、その時100試合ぐらいです。